30秒でわかる6月30日対巨人戦の結果。読売の解説くどいねん。阪神のオーダー、ジュニア頑張れ。巨人のオーダー、戸郷投手はしんどいわ。阪神は初回近本さんの NPB 令和6戦号で1点先制。ああ勝手に移すとメモリアルアーチ。4回に大城選手のタイムリーで巨人同点。丁寧に行ってほしいぜ。阪神はチャンスは作るもあと1本が出ない。んなことより戸郷投手8回143球ってぶっ壊れるぞ。それで打てない阪神打線。10回に鍵谷さんが岸田選手にホームランを浴びて阪神はサヨナラ負け。運が悪いといえばそうやけど、代打で初球やからな。以上、那須の野球やらチャンネルでした。